企業の、組織の、個人の共同をサポート。NTT 東日本初のオンラインストレージ、コワークストレージ。中小企業の皆様のお悩みをもとに作ったサービスです。インターネット接続環境があれば、誰もが簡単に操作でき、使いやすい。セキュアで安心して使える。リーズナブルで導入しやすい料金体系のオンラインストレージサービスです。この動画では簡単で便利な機能を6つの特徴に分けて紹介します。特徴その1、デスクトップ感覚で使える操作性。コワークストレージではデスクトップでもブラウザでもモバイルでも使い慣れた端末、使い慣れた画面で操作することができます。コワークストレージドライブを設定しておけば、デスクトップから直接操作しているようにストレージにシームレスにアクセスすることができます。またマイクロソフトオフィスが入っていない端末でもプレビュー機能を使用することで、ファイルをダウンロードせずに閲覧することができます。特徴その2、セキュアなデータ共有。コワークストレージは取引先や社外メンバーともセキュアにデータを共有できます。プロジェクトフォルダーでは社外メンバーもファイルのアップロードやダウンロードができます。また期限付き共有リンクの発行で簡単セキュアに情報をやり取りすることもできます。これまで多くの企業が実施していたメールに暗号化したファイルを添付し、パスワードを別送する形態ではなく、セキュアに社外メンバーとデータ共有が可能です。特徴その3、目的に応じた3つのフォルダー。コワークストレージでは目的に応じて3種類のフォルダーが用意されています。黄色のフォルダーが社内で使用する社内共有フォルダー、水色のフォルダーが個人専用のパーソナルフォルダー、ピンク色のフォルダーが社外メンバーとのデータを共有できるプロジェクトフォルダーです。このように用途によってフォルダーを使い分けることが可能です。特徴その4、大量のデータ移行に対応。コワークストレージのデータ転送ツールを使用することにより、 NAS やファイルサーバーなどから一度に大量のファイルをやり取りする際も快適に使用することができます。特徴その5、マイクロソフト Teams との連携。マイクロソフト Teams との連携アプリを使用することで、チャットなどにファイルを共有することが可能です。特徴その6、柔軟なアクセス権の設定。コワークストレージは現状の社内サーバー、NAS、オンプレミス環境などのアクセス権限と同様に階層構造の権限設定が可能で、組織構造に合わせた柔軟な権限設定ができます。グループやユーザーのアクセス権をフォルダー単位で個別に設定することもできます。誰もが使いやすい、安心安全な NTT 東日本のオンラインストレージサービス、コワークストレージ。リーズナブルな料金プランをご用意しておりますので、詳しくはコワークストレージで検索。